代表挨拶山口代表はい。え皆さん新年明けましておめでとうございます,います、えー、今年の年明けは東京をはじめとして晴天に恵まれそしてまた気温も比較的暖か穏やかな新年の幕開けだったと思いますしかし世の中特に世界を見渡すと これは見通しがなかなか聞きづらい、そういう不透明感のある、また不安定感が漂う、そういう様相であります。ここであれこれ予測することは自由でありますけれども、しかしその予測自体が、従来の物差しが簡単には当てはまらない可能性があるということを自覚しなければならないと思います。 特にアメリカではトランプ政権がスタートするわけでありますが選挙の最中に訴えたこととしかし現実の政治をどう国民をつまりアメリカの国民を安心させそして世界の中でのアメリカの役割に信頼と敬意を保つためにはどうしたらいいかそこはこれからの展開をしっかりと 見守っていかなければなりませんまたヨーロッパでも国政選挙が主要な国々で行われます大統領リーダーの選挙も行われますここも昨年のヨーロッパのさまざまな動きを受けて予断を許さない状況だと思いますそうしたことがロシアやあるいは中国などとの関係にも影響を及ぼし そして中国では今年の秋には国の求心力を高めていくそういうタイミングにもなりますお隣の韓国では国のリーダーがあるいは国の政治がどう次の均衡点を迎えていくかという点でもいろんな動きが予測されます。そうした中ででこのの世界の動きが複雑で いろいろ曲折が予想されるところから我が国がしっかりと安定の要としての役割を果たしていかなければなりません。国際社会でのリーダーシップはもちろんでありますけれどもやはり国内の政治がそのそれぞれの地域のモデルになるようなそういう取り組みが重要だと思います。グローバル化あるいは格差 が叫ばれる中でこの我が国が取ってきた社会保障の諸制度これがいかに国民の安心感に結びつく重要な制度仕組みであるかということが今如実に自覚されるところでありますそして長らくデフレの谷間にありましたけれどもようやくそれを脱却する動きが 進んでまいりました一層これを進めて経済成長一辺倒では格差が生じますこれを是正していくためには適切な分配が伴わなければなりません民間の企業活動の中で社会活動の中でこの分配がなされながら成長を遂げるという取り組みもあるでしょうしかし政治に求められる役割はこの税や さまざまな給付の政策を使ってその分配を行っていくことであります。特に我が国は少子高齢化の社会構造の変化が著しいそうした中で従来の高度成長期とは違った社会の様相に対応する施策が重要であります。経済成長で企業をを中心に賃金の上昇をもたらしそしそて 働く人たちが生活が豊かになる安心して消費ができるようになるこれが言うまでもない中心ではありますけれどもしかし働いて賃金を得て生活する人ばかりではありませんそうではない生活者の割合が高度成長期と比べて格段に高くなっているということであります。であればこそそれは経済成長に伴った適切な分配がなければ。 社会の安定はありませんし、目指すべきデフレの脱却もやり遂げることはできないと、我々は思います。そうしたその社会の実態にしっかりと目を凝らして、そしてそのニーズを捉えて、それを政策に表していく、こうした機能を持つ政党がなければ、我が国の安定も当然ないわけであります。公明党はその地方議会 からスタートをしてその基盤のもとに国政に進出しそして統制を拡大をしてまいりました今年はその地方選挙大型のものが次々と行われてまいります今月は大阪の茨城市あるいは岡山県の倉敷市そして月末には北九州政令指定都市でありますがここでの大きな選挙があります 前にもお伝えしたことがありますがこの北九州の市議選は議席占有率今回は13名で挑みますけれどもそれが果たせればこれは全国でトップクラス公明党の中で堺市と並ぶトップクラスの議席占有率となります。政令市でこここれれれだけのののシェアを保つとということがどれほどほかからの力になるかと とととといいいうこをを改めて皆さんもに確認をしたいと思いますその後に大分や前橋での県庁所在地での市議選、そして政令市かつ県庁所在地である静岡市の市議選も予定をされております。こうした目白押しの地方選挙、これを一つ一つ着実に勝ち抜いて、夏の都議会議員選挙に臨んでまいりたいと思います。 首都東京この歴史と伝統そしてまた東京都の持つ機能からいってこれからの日本の政策を先取りするような新しいモデルを生み出すそれが東京都の機能でもありましたしかしそれは二元代表制の下で知事の下でできることだけではありませんやはり議会の中でこのいわばミクロの 民意を吸収するそうした機能を持つ都議会がしっかりとその役割を果たしそして知事側と対話をしっかりと行った上でふさわしい政策を実現していかなければなりません一つの会派だけでそれが叶うことでもありませんやはり都議会の中で合意を作り出していくその妥当な合意を作り出していく力こそ 都議会公明党の歴史的な役割でありましたしこれからもそれは変わることがあってはならないと思いますこうした重要な都議会議員選挙に今年の地方選挙のいわば総仕上げとして全力で臨んでまいりたいと思います2日に街頭演説をやった時には国政選挙については あえて触れませんでしたけどどうして触れないんですかとそういうお声もありましたそれは衆議院選挙常在戦場の心構えということは常に申し上げてきたところであります今年はそういう意味でまさに常在戦場の心構えそのつもりでしっかり望んでいかなければならないと思います公明党の役割は 政治が安定をするそれは日本の国内だけのことではなくて日本の政治がしっかり安定をして国際的にもその役割に応え責任を果たしていくということがまた世界全体の安定にもつながっていく予測可能性予見可能性を作り出していくそういう重要な働きができると思いますそうした意味でこの連立与党になる公明党の役割が ますます重要になってくることを自覚しながら一致団結をして一つ一つの戦いに勝利をしてまいりたいと思います今年こそ大衆とともにそして一致団結そして大勝利を皆さんとともに作り出していこうではありませんか戦いましょうよろしくお願い申し上げますありがとうございました